大谷地バスターミナル2006年9月大谷地バスターミナルは北海道札幌市厚別区大谷地東3丁目2の位置にある自動車ターミナル法による一般バスターミナルの名称札幌市独自の分類では乗り継ぎバスターミナルとされるターミナル内の様子1982年3月21日共用開始札幌市により設置され 管理運営も札幌市が行っていたが、民間以上を検討した結果、2010年4月1日より、管理者が西人サービスに変更されている。2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の飛行時便を除く発着便数は616便。地下通路で、地下鉄東西線、大谷駅と直結しているほか、キャポ大谷駅も直結している。 東側で入り口が唯一の地上で入り口となる。乗り場は1から10番まで設置されており、バスの到着を感知する自動ドアで仕切られている。降車場は設置されていないため、各乗り場で行う。施設内には、シュリーの店、北海道中央バス、大焼き総合案内所が設置されている。かつては、立ち食いそば、うどん店、喫茶店、キヨスクも入居していたが、 現在は閉店している。また、北斗交通案内所は2009年8月20日に廃止された。代表的な路線は新千歳空港連絡バスであり、北海道中央バスと北斗交通が交互に30分間隔で運行している。各路線バスの歴史等は、それぞれの路線記事、または事業者記事を参照。路線は2021年4月1日現在、 路線詳細は、北海道中央バス、JR、北海道バス、夕張鉄道は営業所記事、または路線記事を、その他は事業者記事を参照。ありがとうございます。